なんちゃら研究会へようこそ。今日は軽くやってください、適当にやってくださいについて考えてみたいと思います。コンサートやライブといいますと、まあ僕が一番多い時間というのは1時間半ですね。そこから長いと2時間ぐらい、まあ短いと1時間とか、あるいは、その企画によっては40分とか、そういうコンサートもありますけれども、時々そういうコンサートが終わった後に、まあティータイムみたいなのがあって、でその流れの中で軽く一曲歌ってもらえますかっていう、そういう依頼を受けることがあるんですね。まあもちろんできないことではないんですが、実はその場合だと、もうコンサートが終わってそのティータイムに入ってからも、その軽く歌う一曲のことをずっと考え続けております。どういう感じで歌おうか、何を歌おうか、今のこの感じだったらあっちの曲の方がいいのかなとか考えてしまうんですね。例えばコンサートやライブが終わって、まあ、その流れの中で、まあ、皆さんが盛り上がって、イエーイ、モニカ歌えみたいな感じで歌う場合は別に考えてはいないわけですけれども、そうやってあらかじめ、本番が終わり、本編が終わって、そしてその後しばらくしてもう一曲軽く、でちょっとこう軽くこう難色を示しますと、いやもう適当にやってくださいってこう言われるんですが、実はその適当にやるっていうのは結構難しいことでして、まあご自分がそれぞれ一番メインにされている仕事のことを考えると、適当にその仕事をするって意外と難しくないですか。僕ら音楽を生業としてきまして、一生懸命やることには慣れてるんです。まあ一生懸命もやりすぎるとあんまり良くないこともありますけれども、しかし適当にやるっていうのはすごく難しくて、一生懸命適当にやらないと適当には多分できないと思うんですね。なので意外と軽く歌ってくださいとか、まあ遊びの感じで歌ってくださいとか、まあ適当にやってくださいってこう言われるのは意外と辛いものがあるわけです。でもその声をねかけてくださる方の方はもうそんな気持ちはないわけですよね。まあ、全体の流れの中で、まあ、皆さんもそのティータイムならティータイムが終わる頃にもう一曲聴きたいと思うであろうから、まあ、そこで一曲歌ってもらって、そしたら全体が締まるなっていう感じだと思うんですけれども、実際でもそのもう一曲なりもう二曲なり歌うって決まってるティータイムでは、何かをあまりこう食べることも、それからお茶を飲むこともね実際できませんし、その会場にいながら普通に会話をしつつ、そして最後に何を歌うかどう歌うかっていうのを考えてるっていう、まあまあ苦痛の時間になるんですね。まあそのティータイムの時にもうまるっきり楽屋に帰って、そしてじゃあ、2部みたいな感じでまた歌っていただきますっていうんであれば、それはそれなんですけれども、まあその何て言うんでしょうかね、こうなんとなくやるとか適当にやるとか軽くやるっていうのは意外と難しいものなんですよね。特に主催をされる方はうっかりこう言ってしまいがちかなと思うんですけれども、意外にこの演奏する側、歌う側は軽くやる、適当にやるっていうのはすごく大変といえば大変なことなので、ちょっとお考えいただいてご依頼いただければ嬉しいかなと思います。ちょっと今日は愚痴でもないですけど、まあ日頃思っていてなかなか言えない言わないことを言ってみました。なんちゃら研究会いかがだったでしょうか。またお会いしましょう。さよなら。